今日は水曜日ということで夜8時半から生放送をやります。いつものように YouTube ニコ生オープンレック等でやっていますのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。さてオミクロン株は本当に広がりやすい様子ですね。今日東京都は7377人の感染を発表しています。これは過去最多です。大阪も6000人を超えて過去最多、北海道や兵庫でも過去最多を更新しています。ただ重症者死者数ではどうでしょうか。東京都の発表だと現在入院している感染者のうち東京都の基準で重症者とされる人は10人です。死者については新たに2名発表されています。昨日段階ですが病床使用率は 25.9% だということです。過去最多だということでマスコミなんかは盛んに報じていますけれども、オミクロン株ってのはやはりその過去の事例とはちょっと違う部分はありますよね。当然まだ全て分かっていないにしろ現時点である程度分かっていることっていうのもあるわけですよね。それはしっかり確認しておかなければいけません。とりあえず感染するスピードはめちゃくちゃ早いんですよね。イギリスでは感染者数が20万人に達するまでにかかる期間がデルタ株では100日だったのに対してオミクロン株では半分の約50日だったということです。現在の日本の急拡大を考えてもまあ納得というか。続けて忽那賢志氏の記事から見てみましょう。オミクロン株では濃厚接触者となった人が感染しやすいことも分かっています。デルタ株と比べてオミクロン株は濃厚接触者となった家族が感染者となる頻度 1.42 倍、家族以外の濃厚接触者が感染者となる頻度 2.63 倍と算出されており、全く同じ状況で濃厚接触者となった場合にデルタ株では感染していなかった状況でもオミクロン株では感染しうるということになります。このようにオミクロン株はデルタ株よりもさらに感染力が強いようです。その理由として上気道で増殖しやすい、潜伏期が短い、ワクチンや過去の感染による免疫から逃れやすいなどが考えられています。オミクロン株の特徴として感染力の強さ、重症化しにくさが分かってきましたが、これはウイルスの増殖する部位がこれまでの新型コロナウイルスと異なるためではないかということを示唆する複数の研究結果が出てきています。現時点で見えてくるのは感染力は高いんだけれども重症化はしにくいということですよね。実際重症者数や死者で考えてみるとまあそうなりますし、となればこれまでやってきたような対策が本当に必要なのかというのは議論する必要があるでしょう。つまりそれはマンボウだったりとか一歩進めた緊急事態宣言だとか、まあ去年とかね、まあ一昨年もそうですけどもやってましたけれども、今必要なのかっていうことですよ。あの政府コロナ分科会の尾身会長もこれまでの人流抑制ではなく人数制限というのがキーワードになると述べています。飲食店にしても店を閉めるということではなくて、まあ、人数を制限してやればいいじゃないかということですよ。岸田政権は発足以降厳しめのコロナ対応を行ってきましたよね。世論調査を見るとそれが評価されているのも事実です。ただオミクロン株が拡大してきたこの状況においては、まあ、柔軟な対応をしていただければなと思いますね。オミクロン株は感染しやすいけれども重症化はしにくいわけですし、まあ、ワクチンも打ってるし飲み薬も出てきたし、まあ、ですから状況が確実に変わってきているんですよ。それでまさか緊急事態宣言とかやりませんよね。このオミクロン株の感染拡大を見るともう酒飲んでるとか飲んでないとか、もうだから飲食店がとか関係なくもうどんどん広がっちゃうので、今までのような対応がどこまで有効なのかっていうことですよ。まあでもどうでしょうね、病床次第なところはあるんじゃないでしょうか。というところで続きは生放送でやりますのでぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。